わっさっ、やあ、ピマルです。はい、ということで今日はですね、リプレイ解説を久々にやっていきたいと思うんですけども、まあね、やっててね、ビビがバチクソ強いということで、はい、ぜひともね、それを見てほしいということで、メッシですね、ブロストライカーのメッシぐらいの勢いでかなり強いんでね、ぜひともね、見てほしいんで、リプレイいきます。ということでやっていきましょう。暑い今日。てかさ、外窓開けたいんだけど、なんか虫くっついてんだよね、今。虫くっついててさ、俺それ、ずっといんの、こいつ。もう俺本当にもうなんか、カメラあったら今映したいんですけど、なんか、なんだっけ、カナブンだっけ、カナブンみたいなのがくっついてさ、マジでなんか、動かないの、こいつずっと。うん。ずっと俺1時間ぐらいブロスターとかやってるけど、ずっと動かなくて窓開けれない状態で、はい、かなり暑いです。はい。エアコン、昼間から入れるわけにもいかないしっていうね、ちょっと節約ムーブな感じなんで、はい。まあまあ、そんなことないんですけどね。まあ、ちょっと汗かきながら、最強なリプレイを見ていきたいなと思います。さあ、行きましょう。こちら。ポチッとな。さあ、こちらですね。マジ最強っすよ、これ。さあ、ヤピムロ選手、ビビを使っていく。よいしょ。見ていきましょう。さあ、ボールを持った。さあ、どういくか。これこのまま上まで上がっちゃうのか。上がっていく。さあ、ここでどうやって決める。決めた。急に決めていくね。ああ、こういう感じ。さあ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 、誰も倒してない平和な試合ですね、これは。誰も死んでない平和なサッカーですね。あれが本当のサッカー、リアルサッカーですね。さあ、ここでね、さあ、相手のシリーに必殺技持ってる。さあ、打たれるのか打たれない。さあ、これをどうする。おーっと、避けていく。落ち着いているぞ。さあ、こっからは、確かね、こっからね、俺ね、そう、アーロンチャンネルをやりに行った気がする。で、ここをやられていく。さあ、ナンチさん、いいですね。プリモがいい守りをしていく。おーっと、それをやっていく。いいね。さあ、こっからどういくか。さあ、ヤピマルが戻ってきた。さあ、ボールを拾って、また行くのか。また行った。さあ、これ、どう行く、こう行くのか、行ってる行ってる、ここを、ガー決めてったか。うますぎる。これは、ヤピマル選手、自分でも思うんですけど、うますぎました。はい。これはマジでうまかったですね。はい。じゃあ次見ていきましょう。次は、確かトップ1の試合だった気がするんだ。どうだっけな。トップ1、これか。さあ、見ていきましょう。デレデレン。ここもね、割といい試合だった気がするんですよね。さあ、ヤピマル選手、上がっていく。ボールをね、拾っていきたいところなんですけども、正直シェリーとクローとかね、ブルーがいるんで、ビビからしたらちょっとね、邪魔かなっていう感じで、おっと、これは、さあ、残り1体。これは余裕ですね。余裕で入るパターンですね。ナイスシュー。ナイスシューということでね。さあ、1点目、速攻入りました。さあ、次見ていきましょう。これどうしたっけな、俺。この足の速さをね、生かしていきたいんで、初手あんま殴りたくないんですよね。むしろ初手だけしか殴りたくない。2、3回目はあんま殴りたくないんですけども。おっと、これは行くのか。さあ、ゴールを確信するのか。やっぱ、おーっと、うまい。さあ、これを、おーえー決めていく。ナイスシュート、これは。これもなかなか神シュートですね。さあ、さすがですね。さあ、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 じゃあ次見ていきましょうか。なかなか今のというか、この2つの多分試合はかなりね、神シュートだった気がしますね。なんかもうシュートに専念してるようなイメージですね。敵をやりに行くっていう感じではなかった気がします。さあ、じゃあ次は、この辺かな。ここら辺からかやり始めたの。見ていきましょうか。まあ基本勝利、なんだろう、勝利リプレイをまず見て、あと負けリプレイ一つぐらいね、見てから終わろうかなという感じです。さあ、ここはね、多分俺結構殴りにかかってた気がするね。なんかダリルとかプリモって結構こうやってくるじゃないですか。これの、ほら、ノックバックでね、外すっていうか、体力が高いから、そのローさんの時もさ、なんかノックバック、シェリーのノックバックとかでボールを外す。おーっと、これはいった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 。おーっと、これ入るのか、入れていく。さあ、ナイスシュートです。さあ、さっきも言ったように、なんていうんですかね、まあ決めれるときはね、決めに行くんですけども、こうやってね、敵がね、ゴリゴリでね、ボール持っていく編成のときはなるべくね、叩いて、ノックバックして、ボールをなんで剥ぎ取るというか、いうぐらいのことをね、した方がビビはいいかなって感じしますね。スパイクとか結構痛いんですけど、おっと、2人やってた。強い。これは熱いですね。残りのガンブボールが2人をやっていく。
さあ、ここからどう勝つのか。さあ、相手のダリルは必殺技がなくてね、結構大変でしたけど、おっと、これは結構無謀な突っ込み。ここで、さあ、必殺技、こちら誰、みんな必殺技持ってますね。さあ、ノックバックしていく。さあ、ここでまたね、ローヘルにしていく。ガンボールが強すぎる。おー、ナイス。さあ、リコがね、かなりいい反射でね。リコも結構ここ強いですね。さあ、ここ、弾かれるか、行くぞ。あーっと、入らない。さあ、入らない。今、入る流れでした。確実に入る流れでした、今のは。さあ、ウト打って、ナイスパンチ。さあ、ここからね、普通に決めるのか、ヤピマル選手は。来るか、来るか。来たー、メッシが来たぞ。メッシが来た、メッシが。さあ、ここからどうする？剥がす。おっと、このプリモ対プリモのところに差し込んでいく。介入をしてあげてね、自分たちのプリモが勝てるようにやっていくんです。それが連携です。さあ行きましょう。ここで、おー、ナイッシュ。ナイッシュじゃない。いいっすね、今の。いい反射。さあ、ここはシェリーを。ガムボール。おー、ガムボールがあるぞ。さあ、プリモに当てていく。さあ、かなりローヘルにはしてないか。さあ、相手チームはきつそうだ。さあ、ここでプリモのリコのウルトが溜まった。さあ、ここはどうするか。飛ぶのか？飛んだ！それに合わせてパスをするのかしなかった！シュート！これもナイスシュートです！さあ、相手の隙を狙ってね、いいところに決め込んできました、ヤピマル選手。なかなかのいいシュートでした。さあ、次はどこを見ていこうかな。結構いい試合あったんですけど、これね、タッポイと R 指定の試合なんですけど、タッポイが途中でね、止まっちゃってね、なんだろう。紹介試合っぽくなっちゃいましたね。はい。まあ、でも最初の方はかなりいいし、いいシュートが決めれたんで、そこを見ていきましょうか。さあ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 行きましょうか。さあ、ピョナ選手、R 指定とタッポイを見てね、ちょっと気合が入ってる様子。さあ、ここね、モーティスをね、弾きたいんで、そうですね、最初フランケーの方に行こうとしたんですけども、モーティスをね、弾かなきゃっていう気持ちでね、考えて行動してたんですけども、ここはタッポイをやっていく。で、R して結構ね、行こうとするふりをするんですよ、フェイク。そのフェイクをしてくるんで、そこをね、いかに見て、一発目をね、うまいからね、あいつ。さあ、ここ、入れてくのか？さあ、これはヤピマ選手入れてった！隙間を塗って入れてった、とてつもないシュート。さあ、さあ、R 指定は、やっぱうまい、ね、うまいモーティスは、結構ビビをね、一発振らせたがるんで、前にね、振らせようとして、ほら、ここね、近づいて戻る。近づいて戻るっていうのを繰り返します、ここは。さあさあさあ、だから振らせようとして、さあここはでも行くか。おっと、戻る。うまい、やっぱ。さあ、でも火で消えて、さあ、ここはノックバックで、ウルトキャンセルをしていく。さあ、ここもね、いい感じにガムボールが炸裂、守っていきます。さあ、ここボールをね、上げとかなきゃね、いけないんですよ。なぜかというと、結局最終的に差し込まれた時に、ボールをね、相手は取りに行くっていうね、ことをさせたいんで、あーと、これはきつい。今のはちょっと近すぎましたね、ヤピマル選手。さあさあさあ、ここからどうするか。さあ、タッポイが求めている。どうするか。タッポイがウルトを打っていく前に弾いていく。さあ、いい弾きですね。弾いてね、タイミングずらしてあっちで打たせるっていうことができました。さあ、ガムボールが強い。あーと、おーっと、ガムボールが奇跡。わー、人間不信が取っていく。いいですね。いいリコですね。さあ、ナイスキーパー。さあ、ここで、こっからですね。ここら辺からタッポイが、停止してしまって、なんかわかんないけど、多分なんかあったんですかね、リアルで。リアルでね、なんかあった様子なんでね、ここはちょっと、ヤピマル選手、いいシュートを決めさせていただきました！ナイスシュー！ということで。はい。結構ね、うまかったですね。モーティス、R 指定のモーティス、ほんとうまいんで、そこをね、どうやってカバーするかっていう感じでしたね。さあ、次、負け試合、見ていきましょうか。さあ、こちらの負け試合。どうやって負けたかわかんないですけども、さあ見ていきましょう。デレデレーン。さあ、やっぱね、ビビはね、リコに行こうとしたんですよね。でも、ポコかなとかシェリーかなとかいろいろ悩んで結果、シェリーに行きました。さあ、一発やっていく。いいですね、今のは。さあ、ここで、どうする？どうする？行く。さあ、こう、ボールを取りに行くか、ポコをやりか、おっと、ポコを全力で、この体力でポコに勝てる。ビビが強すぎる。さあ、とやられていった。さあ、リコがね、かなりいい感じに刺さっていく。さあ、ナイスだ。おっと、196。おっと、死なない。これすごい。さあ、ここでヤピマル選手が行くぞ。メッシが来た、メッシが。さあ、メッシが来たぞ。さあ、挟まれている。ここをどうやってね、やるかっすね。さあ、ここ、前線張っている。3人を相手にしているところ。だが、しかし、リコのね、反射であそこに当たることを確信したところ、右に逃げていく。
さあ、あと LINE の音が入っていく。さあ、ここでどういうことだ。ナイスガンボール。あー、死んでしまった。さあ、強い。相手のシリーとリコ、なかなかいい連携をしている。ここどうするか。1点入ってしまうのか。いやー、抑えられない。抑えられない。入ってしまった。今、どうやって入ったかどうかもわからない。さあ、こっから、どうやって巻き返すか。巻き返すというか、これは巻き試合なんでね。さあ、なんか、解説、おっと、これはゴリ押し。ギリギリ体力管理が半端なかったヤピアナ選手。さあ、これはでも計算はしていない感覚でございます。さあ、ここでね、1点を無理やり取ったところなんですけども、ここからどうやって負けてしまったのかっていうのが結構ね、注目のところですね。お、いいウルトですね。さあ、ここはね、このナンチさんウルト持ってるんで、飛んでもう、おお、そういうこと。あー、もったいない。ここで入れたかった。なあ、もったいないですね。あそこもうちょい早くね、いや、それをコードにしてたね、あのリスポーンが遅れていたんで、はい、入ってたかなという感じがしますね。さあ、こう一発殴って、さあ、一発殴ったが、壁に押し付けてしまって、吹っ飛ばない、吹っ飛ばないから死んでしまったという形ですね。なんで、吹っ飛ばすときはね、壁を気をつけてね、やってみましょう。おーっと、いい。これ、入らないのか。さあ、やっぱりどうやって入れて、入れていかない。これ負けですよね。負け試合だ。これどうやって、あーっと、これはうまかった。あそこはね、決めていきたかったヤピアナ選手。さあ、相手の読みをね。お、これは引き分け。なるほどね。サドンデスで負けたパティンですかね、これは。さあさあさあ、サドンデス待ち。あーっと、これはまさか相手が動くと思って隙間を狙ったところ、相手が動かなかったということで、また1枚加われましたね。さあ、ここどうやって入れていくか。こうなるとね、ビビとてつもなくきついですね。足が速いが、ポコがいる。だからポコには行きたくないが、シリーもいる、リコもいるということで、かなりきつい。もうビビはただ上をね、見てやりに行くだけ。さあ、下がどうなってるか。いい感じにリコが抑えているが、飛ぶか？おーっと、いい。さあ、投げて、飛ぶんでしょう。飛ばない。さあ、俺ら待ってる。飛んだ。いい飛びだ。さあ、しかし回復があって、リコはちょっとね、離れるのが早い。さあ、ここでね、ヤピアナ選手やりきたいが、リコの反射とシェリーの広範囲、結構きついです。こうなるとね、マジできついんですよね。ああ、これ入ってしまうパティンですね。ああ、入れてしまいました、自分のオンゴール。痛でー、痛ですぎる。はい、ということで皆様、負け試合も含めて全部見ていったんですけども、どうでしょうか。ビビめちゃくちゃ強くないですか。はい、足が速いんだね。シュートに自信ある人は結構ビビ使ってみてもいいと思います。綺麗なね、シュートとか結構見れると思うんで、ぜひともやってみてください。さあ、プレゼント企画7日までですね、7月7日までやっているんでね、ぜひとも参加お待ちしております。下の概要欄に動画のリンクが貼ってあるので、ぜひともお願いいたします。ということで終わっていきましょう。皆様、それで、わだ、バイ。